どうもこんにちは。美術をもっと楽しもうをモットーに動画投稿しています小柳先生です。今日も元気に楽しく絵画の解説していきます。で、本題に入る前に先にちょっと告知なんですけど、5月26日から大阪市立美術館で行われるフランス絵画展ルネ・ユイグを小柳の解説で見る現地ガイドも絶賛受付中です。ご興味のある方は動画説明欄から詳細ご覧くださいませ。さて、それでは本日ご紹介する絵画はこちら、聖母マリアと聖なる子イエス・キリストです。とっても美しい絵ですよね。光に包まれた中、マリア様に抱かれるイエス、なんだか見ているだけで微笑んでしまうような温かい絵ですよね。では皆さん、ここでクイズです。この絵は誰が描いた絵でしょうか？ヒントは画家じゃないんです。で、もう一つのヒントは、でも世界中で知らない人はいないぐらいめちゃ有名人なんです。この答え 100% 驚きます。絶対最後に驚くので、誰だろうなーって推理しながら最後までご覧くださいね。では今日も楽しく美術トラベル。ではこの絵が描かれたのは20世紀の初頭、作者の名前は仮に H さんとしましょう、これもヒントですからね、によって24歳の頃に描かれた聖母マリアと聖なる子イエス・キリストです。今はどこにあるんだろう、わかりませんね。ではこの絵をご覧いただいて、とっても綺麗、本当日だまりの中にいるような温かい気持ちになるような絵ですよね。でもこの絵って素晴らしいですかね。なんか綺麗ってとっても便利な言葉で、綺麗ってね簡単に言えちゃうんですけど、素晴らしいかって聞かれたらちょっと微妙。だってこの聖母子のスタイルなんかは写実的、古典的に描かれてるようなんですけど、かといってルネッサンスの絵画に比べるとリアルじゃない。でイエスの体の形も謎だし、このマリア様の頭のストールのひだなんかもなんか不自然、これどうなってんだろうって感じ。そして後ろにたくさんのお花が咲き誇ってますよね。まあいっぱい描くのはいいんだけど、みんな頭が正面向いてるってこれどういう状況？とっても不自然。手前のこの植物もおしゃれのつもりなんだろうけど、はっきり言って邪魔だわ。そして何より時代に合ってない。この絵が描かれたのは1913年のウィーンなんですが、その頃のウィーンはクリムトが活躍する時代なんです。だから確かに保守的な人もたくさんいたけど、でもこの絵はちょっと古典が過ぎるわ。でもう一枚ご覧いただきましょう。これはウィーン国立歌劇場、これもどこにあるかよくわかんないです。でいかがでしょうか？確かに綺麗なんです。上手に描いてるとは思うんだけど、さっきと同じ素晴らしいかって言われたらちょっと微妙。彼が生きた20世紀に至るまでっていろんな画家が活躍してきましたよね。そしてそんな歴史に名前を残すような画家っていうのは、先行する作品から影響を受けつつ、自分の中で理解を深めて自分の世界を作っていくことで自分なりの価値を見出していくんです。これが芸術家ってもんなんですよ。でもね、この人の絵は結局巨匠の模倣をしてるだけなんです。だから個性がないんです。でもスーパー模写ができてるかって言ったらそうでもないんです。だって彼が一番尊敬してやまない教師とまで呼んだ画家っていうのは、同じくオーストリアのルドルフ・フォン・アルトっていう画家なんです。でこれがこのフォン・アルトの作品で、これが H さんの作品。迫力が違うでしょ。やっぱりフォン・アルトの方が数段素晴らしいんですよ。18歳の頃、彼は憧れの画家になるために首都のウィーンにやってきました。彼の目的は当時の唯一の公式な美術学校、ウィーン美術アカデミーに入学することだったんですね。でも1907年と1908年の2度にわたって受験に失敗。ちなみにこの人が受験をする前年に、あのスーパーサディスト変態画家のエゴン・シーレがこの美術アカデミーにね入学してるんですよ。そのこともね、彼のプライドを大きく傷つけたみたいですね。でね、一応受験に失敗したものの、選考委員からはまあそれなりの才能はあるやろうって認められてたので、絵画じゃなくってなんと建築学科を勧められたんです。まあ要するに、あんたの描く絵は芸術じゃなくって建築図面やでって言われたような感じ。でもそれは彼の望むとこじゃなかったので結局辞退するんです。
で、食べていくお金もないので、生活のためにポストカードなんかを書いては打ってみたりするものの、まるでホームレスのような生活。そして彼は膨大な有り余る時間を全て読書に捧げるようになりました。図書館に行って本を膨大に読み漁って、大学に潜り込んで潜りで講義を聞いてみたりとか、なけなしのお金はワーグナーの演劇を見ることに使いました。そういった生活を送ってた彼なんですが、25歳になった時に第一次世界大戦が始まったので、ドイツ軍として従軍することになりました。彼は戦闘の前線に配属されるんですけど、そこでも自分の絵を持ち込んで、空いた時間に農村の家屋とか救護施設とか、そういったところを絵を描いて過ごしていたそうです。でも結果ドイツは敗戦。その後のドイツは本当悲惨そのもので、戦争賠償金が重くのしかかって、ドイツは最悪な不況。ほんで、こんなことになったのは国のせいだとか、お前の政党のせいだとか、街中で内戦が起こるような状態。そんな中、彼は戦争に引き続き軍に所属してたんですけど、自分たちと対立する政党にスパイとして入ることになったんです。でもそこでスパイをしているうちに、いつの間にかそっちの考え方にのめり込んでいってしまって、寝返る形でそこに正式に所属するんです。そしてそこで彼が持っているピカイチの才能を開花させるんです。それは演説です。ウィーンで本を読み漁って得た言葉の力がここに発揮されるんです。戦争で負けて極貧になってた人々たちの心をわしづかみにするんです。そしていつの間にかその政党を代表する人物になっていました。その政党の名前は国家社会主義ドイツ労働者党、通称ナチスです。ということで、もう分かりましたね。この H さんはヒットラーなんです。マジかって思われると思うんですが、ほらこの絵のここサインが入ってるでしょ。ちょっと見にくいけど、アドルフ・ヒットラー、 A ヒットラーってね。でこっちの作品もほらここ A ヒットラー。というわけで、ヒットラーは画家の夢がついえて政治家に進んでいくんです。結局彼らの計画によって第二次世界大戦が引き起こされることになりましたよね。そこで彼らはユダヤ人の虐殺とかいろんなひどいことをしてきたんですけど、同時にいろんな国から美術品の強奪も行いましたよね。それはヒットラーがもともと画家になりたかったんだけど、それは叶わなかった。だからその代わりに自分を中心とした世界一の美術館、総統美術館の建設を計画するんです。まあ結果ドイツの敗北とともに、もちろんその計画はおじゃんになったんですが、それまでにおそらく膨大な巨匠の作品が灰になってるんでしょうね。悔しいところです。いかがでしたでしょうか。とっても意外だったんじゃないでしょうか。さて、ヒトラーのせいで灰になった作品もたくさんあると思うんですけど、実はそうなる前に略奪を恐れて、たくさんの美術品がね、実はいろんなところに疎開してるんですよ。円光の中とかいろんなところに分けられたんです。でそれが現代になってようやく見つかるっていう事例もあるんです。例えば近いものだったら、2012年の2月、アパートの中から見つかるんです。家主の脱税疑惑の家宅捜索で家に押し入った時に、警察がその略奪した絵を見つけるんです。その数1500点、金額にして1330億円分の絵画がそっから出てきたんですよ。中にはピカソとかマティスとかもあったそうです。なのでもしかしたらこれからも失われた巨匠の作品が思わぬとこから出てくるのかもしれませんね。ではこのチャンネルでは、絵画、美術館展覧会などいろんな話題をお届けしています。動画の投稿は毎日夕方6時となっております。楽しみにしておいてくださいね。あとチャンネル登録、コメント、高評価、泣いて喜びます。もっともっといい動画上げていきますんで、応援よろしくお願いします。では明日のこの時間にまたお会いしましょう。バイバーイ。